奈良康彦は、日本の外交官。中心ガポール特命全権大使や中華ナダ特命全権大使を務めた。大分県出身。旧西京北中学校を経て、1941年に旧西東京商科大学を卒業し、外務省入省同期に、西堀正宏、宇元本東吉郎、内田博士、吉野文人瞳哲三郎など。 1943年、外務省広報部で勤務し、戦時体制下でジャパンタイムズの監督を行った。1965年5月シカゴ総領事に就任。着任時に総領事工程が外交に使うにはあまりに貧弱なものだったため、筋向かいの邸宅を購入しようと考え、東京銀行のシカゴ支店長と交渉し、購入資金の融資を受け、また当時、 大倉事務次官を務めていた医師の新一も案内した末購入し、新しい工程とした。後にこの工程は、エヴァンストン市長から歴史的にも芸術的文化的にも重要な建築物としてランドマークに指定された。1975年の第7回日課閣僚委員会共同声明では、中間長大使として宮沢喜一外務大臣、 福田武雄経済企画庁長,長官、大平正義、大倉大臣、川本俊夫通商産業大臣と共に、日本側代表を務めた。2013年9月6日肺炎のため死去。13日、奈良久也は弟。1939年に、日米学生会議に共に参加して、以来、宮沢貴一や戸辺智博らと親しくなり、毎月のようにゴルフをする仲になった。 この日米学生会議による宮沢、奈良、戸辺知らの交友については、後に、城山三郎が講談社から、友情力ありとして出版した。財閥解体により、戸辺知が仕事に困っていた際には、野間昭一講談社社長の協力を得て、貿易会社、アスカを設立し、宮沢の弟、宮沢康氏なども参画したが、これは1年で倒産してしまった。宮沢が、 総理大臣在任中の1991年11月から1993年8月までの首相同窓からも宮沢が総理大臣に就任した直後の1991年11月12日に宮沢及び宮沢の弟の宮沢康と共に夕食を食べているほか、1991年12月、1992年1月、3月、 4月18日、4月26日、9月、11月、12月、1月、3月13日、3月21日、5月、7月と、頻繁に宮沢とゴルフをしていることが伺える。ジャパンタイムズ2007年3、月22日社団法人化墨関ぜ開会平成18年1月号。 同省は57年10月日本政府加関与した重要共同コミュニケ及びその他の外交文書外務省。奈良康彦氏が死去元中カナダ大使日本経済新聞2013年9月13日、朝日新聞1984年11月21日、朝日新聞1991年10月28日、あえら1991年10月29日、 朝日新聞、1992年4月25日、白山三郎、友情力あり、う住ず明、軍国主義者は廃除性よ、追い込まれた、講談者、給与の一作と、その失敗現代ビジネス2019年11月24日、首相同棲、1991から1993年、ありがとうございます。